はい、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。皆さん、最近ね、退任ねって聞こえた？今ちょっとね、そういう風に聞こえたらごめんなさい。最近さ、本当に東京とか、まあ関東だよね、関東とか、まあ、千葉県のその、ま、幕張じゃないや、浦安だ、全然違うな、浦安あたりだったり、市川あたりで地震が、震源があって、で、まあ、震度3ぐらいになったというかね、あと、なんだろう、どこだっけ、立川なんとか、町田とか、八王子とか、そこら辺の震源があって、この前ね、5月に入ってから、揺れたね。あれも、震度、神奈川でも震度3ぐらいあったと思うんだけど、言えてない。あったと思うんだけど、やっぱそういう風に、どんどん、細かいのをちょくちょく出してくれればいいんだけど、ねえ、いきなりドッカーンってなったら嫌だし、うん、なんか来そうだねっていうね、その防災、系の、なんだろう、動画とか見ていると、コメント欄とかで、やっぱね、そう言っている人が多いと思う。多い人っていうか、いるのよね、そういう風にさ。なんか、今度っていうかね、5月の末とか、6月の頭かわかんないけど、なんか来そうだねって。うん。今、細かい感じだけど、震度5とかね、6ぐらいの大きめのものが来そうだねっていう、うん、なんか言ってますね。うん。本当に一発ね、こう、でかいの来て、その後は本当にスンって、こうね、地震がなくなればいいんだけど、そうはいかないでしょ。うん。本当に細かいのでね、続けてて大きいのがなければすごく嬉しいし、うん、人間としてはね。ああ、どうなんだろうね、本当に。うん。まあ、そういう預言者なんかな。預言者っていうか予知というのかな。まあ、体感って言ってる人はいるけど、なんか、すごくだるさがあって。なんか抜けきれないから、うん、もうすぐ来るかもしれないですとかってブログに書いてあったりとかしてて、本当かーとか思うんだけど、実際にそういう風になったらね、あの人すげーってなっちゃうし、うん、でなかったらなかったで、おいおいおいってなるんだよね、本当に。人間ってさ、もう手のひら返しが得意っていうかさ、そういうのでね、まるまる様って思っちゃうんだろうけど、うん。で、話がそれだな。ハザードマップって、まあ、区役所とかね、市とかに、ホームページとかであったりするんだけど、見てます？まあ、もちろんさ、その、しょっちゅうでもないけど、本当に月に1回ぐらいね、なんだろう、市役所、区役所の方に行く人は、まあ、自営業やってたりとかね、どうしても、市役所っていうか、まあ、役所に行かなきゃならない人もいるけど、そういう時にね、結構1回とか2回ぐらいに、あるんですよね。そのハザードマップみたいなやつ。うん。チラシみたいなところ。ただ、大きくっていうかな、目立つところにはないんだよね。私も、たまにっていうか、まあ、ね、1年に1回行ったりするけど、探さないとわかんないっていうのもある。多分言わないと、区役所の方の人も、言わない、大きくこう、なんだろう、
幅を取らせてとかさ、わかりやすいところに置くとかっていうのはないのかもしれないね。うん、要請がないとね。うん、だからどうなんだろうね。まあホームページに見ればいいじゃんってなるんだけど、全員が全員さ、このね、団地だったり UR のあそこの団地だったりで若い人が入れればいいんだけど、そのなんだっけ、自治会みたいな人が各なんだっけ、各部屋にこうね渡せばいいんだけど、プリントしてね、なかなかやらないし、そういう資料みたいなのをね、そのわざわざ区役所に行って行かないと、区役所の方も渡さないと思うし、その区や、自治会とかね、団地の方の人とかに渡さないと思うし、どうなんだろうね。ちょっと行ってみます、行ってみますって言い方はおかしいけど、わざわざこうね、自分で調べてくださいっていうのもどうかと思うし、パソコン持っている人もね、全員が持ってるかっていうとさ、持ってないだろうし、じいさまさんしか持ってない、じいさまさんしかいないところもあるだろうし、そもそもパソコン持ってないっていう人もいるだろうし、ね、スマホしか持ってないとかね、スマホを持ってませんよっていう人もいるだろうし、ガラケーで、ガラケーも本当に au とかドコモとかソフトバンクなんかでも一種類しかないもんね、本当に。 au もいい、新しいので、まあ、去年あたりのものが一つありますけど、あのパタパタってあるやつね。なんかあれで 見ようと思ったら見れないしね。で結局その回覧板とかで撮ってくださいみたいな感じのものがいいんだろうけど、どうなんでしょうかね。はい、以上です。それでは皆さん、さよなら。